とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。かなり詳しく書いてくれたので、その通りやってみようと思うんですけども、11回のテンペストゴーレムのワンターンキルですね。ちょっとやってみようと思います。これ相当早いらしいんだよね。では、いきます。まず1回の報酬でハーベスターですね、取っていきます。4回報酬でドラです。5回報酬、ここで、ウィザーではなくってボーンクラブですね。続いて6回の報酬で闇のアーマーですね。そして7回の商人でボーンクラブをあげます。85だね。そして10回の報酬で影の断片、これですね。でエンチャントですけども、防具には、魂の速度と瞬速を入れると、道中速くなるということで書いてありましたけども、武器エンチャントは、指定は書いてありませんでした。まあ確かに火力スキルないんだよね。火力スキルなしで、ぶったたいてワンパンできるんだろうか。まあ試してみましょう。まあやり方としては、虚無の矢筒を当てて、で影化して、ドラ当てて倒す感じだよね。ぶったたくんだよね。そんなダメージあるかな。虚無で2、3倍上がるでしょ。でそれにさらに、ドラで2倍で影化で3倍ですね。なんかワンパンできそうにない気はするんだけども、できるんでしょうね。ちょっと楽しみだ。あとこっちだけで道中があれだね。ボーンクラブだったらば楽だね。道中がすごい楽。では行きます。ドン。おー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 、マジでか。4万8000ダメージ与えればワンパンできるみたいですね。いや、ワンパンできないかと思いきや、あ、全然いけた。これは早いわ。まあ途中でウィザーはね、取れないんだけども、ボーンクラブだったらば、結構スピーディーに、ここまで来れたので、いい感じでした。おお、これは周回相当早くなるよ。そうかそうか、あ、なるほどね。エンチャなしで倒せるんで、こっちでは魂の速度と瞬速を入れて、まあ、とにかく急いでいけっていうことなんだな。はい。いやいや、これはなかなか良かったです。ありがとうございました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。